はいどうも、中年オタッキーです。今日はですね、相変わらず仕事の車の中なんですけども、今日はカビたレンズ、レンズでね、カビるんですね。そのカビたレンズ、こいつを使いまして、ちょっとね、写真を撮ってみようと。まあまあ、もう撮ってあるんですけど、ね、実際、レンズってね、カビるんですけども、まあカビの程度によっては結構ね、映ったりもするんですね。で、カビたレンズって、まあ、オークションとかジャンク屋さんとかでものすごく安く買えてしまうんで、ただその YouTube を見る限りでは、結構そのカビたレンズを分解して掃除してる人はたくさんいるんですけど、カビたレンズで写真撮って公開してる人ってあんまりいないんですね。まあうまくいけばその結構使えるレンズが安い価格で入るということで、あまりレンズを持ってない人はもしかしたら美味しいんじゃないかと、ね、お金持ってない人でもね、写真をどんどんやってほしいんで、まあ、こういうことを考えたわけです。ではちょっと見てもらいましょうか。これ難しいけど、見えるかな、見えるかな、見えにくいかな。モノス状にね、わかるかな、これカビですね。ほら、わかるかな、難しい。このようにカビたレンズであります。今のようにね、あのレンズの中のカビ確認できたと思います。それでとりあえずね、どのぐらい撮れるのか、まず逆光体制ですね。まあカビたレンズは逆光では使い物にならないと思いますが、ちょっと見ていただけますか。はい、今ね、今見てもらったのはちょっとうちの嫁がこたつに入ってゲームしてるとこなんですけどね。良品の 50mm の、まあ、マキエレンズってやつで撮ったものと、このカビタね、この EF3570、 これで撮ったものを比べてみたんですけど、まあ確かにね、逆光だとちょっと影響が出てまして、まあ良品のレンズで撮ったものはまあ綺麗に撮れてるんですけども、逆光のものはあのフレアっていうかね、わーっとこう白いっていうか、まあ乱反射したような画像になってしまってますね。やっぱね、カビてるレンズはどうもね、やっぱり逆光では相当影響が出るというのが分かる写真です。じゃあ次はね、順光で撮ってみましょう。はい、今のはね、ちょっと俺んちの、まあ、子供がいたずらして壁紙剥がしたのを嫁がレンガブロックみたいなのを貼っつけた写真なんですけど、順光で見る限りはね、影響出てないように見えますね。それどころかね、このレンズ結構ね、これ俺の感想、俺だけかもしれないですけど、結構いい色出るんですよね。このレンズってEOS650 って、まあ、EOS 最初のフィルムカメラが発売になった時に、標準装備でついてきたレンズなんですけど、一番最初の頃の EOS っていうのも EOS のレンズを持ってない人が多かったために、すべてがマキエレンズだったんですね。だから、まあ、ちょっとデジタルで撮るには解像度が弱いレンズになりますけど、いい色が出るレンズとして結構ね、気に入って使ってるのがもう一本あるんですけど、まあ、順光ではどうも影響が出ないぞと。これ十分使える、順光に限ってですが十分使えるのではないかという、まあ、結論に達したわけなんですね。皆さんレンズをカビさせてしまったとか、そのレンズをいっぱい欲しいけど買うお金がないとかいう人はね、カビたレンズ、まあ、カビの程度にもよりますけどね、もちろん、ジャンク屋さんとかね、ハードオフとか、まあ、そういうお店に行ってね、そのレンズを覗き込んで、このぐらいだったら使えるんじゃないかなっていう、カビレンズは別に使っちゃってもいいと思うんですよ。まあ同じとこに保存するのは
いいレンズと同じとこに保存するのはあんまりお勧めしないですけどね、カビって胞子が飛ぶんでね。で、あのカメラの北村さんとかね、まあそういうところに行くと、カビシャットとか、まあ富士のカビシャット、まあそういうカビ防止剤が結構売ってますんで、そういうのと合わせて保存してはいかがでしょうか。うん、カビたレンズね、うまいこと使えばあのちゃんといい写真が撮れて、お金があまりかからない、まあ貧乏人でもね写真はしたいんでね。うん、あの YouTube ではなんか新しい機材をガンガン買って、俺すげえぞ金持ちだぞみたいな、なんか自慢してるような人もたくさんいますけど、うん、まあ俺持ってる機材全部中古ですし、カビタレンズも実際使っちゃってますしね、安く楽しく写真をできればいいんじゃないでしょうか。最後に、このレンズでね撮った写真の作例、まあ、適当にね本当にパパッと撮った写真ですけど、作例をちょっと上げてこの動画終わりたいと思います。最後まで見てありがとうございました。またね。